皆さん毎度大きに、ことのはあかねです。はいどうも、部屋が汚すぎて掃除機かけただけで死ぬほど綺麗になってビビりました、葵です。さすがのうちでも若干冷えたよね。どんだけ汚ねえんだよ。お前それで大掃除は終わりとか言うんじゃねえよな。え、それで大掃除終わりとかそんなわけないじゃん。お姉ちゃんさすがにうちのことバカにしすぎじゃない？お前の部屋とか寮とか日暮らしの部屋みたいなもんやろ。うちはあんなのと一緒にしないでほしいね。洗濯機で服と一緒に体洗うのは先週でやめたし、パンツは2日に1回は交換してるからね。やっぱり似たようなもんやろ。っていうかお前のクソみたいな話も衝撃やけど、この天気はなんだよ。あ、これは見ての通りすごい雪道走ってるところだね。さすがにこの広家行くかどうか迷ったけど、南の方に行くから多分雪も落ち着くやろって思って行くことにしたんだよね。南の方って前回も福島行ったやん。また行くのかよ。あれは2週間前の福島だからね。前回と今回でこんだけ景色に差があるってヤバくない？っていうのをみんなに見せたかったんだよね。あと前回は福島の内陸の方だけど今回は海側行くしね。海側つったらいわきか。いわきのハードオフって確か過去に1回しか行ってなかったからね。久しぶりに何あるのかちょっと楽しみなんだよね。こんな雪でいわきとか大丈夫なのかよ。まあ今日の目標は滑って死なないを目標に行ってみようか。嫌な目標やな。こうやって見ると普段通る道でもいつもと違って見えるよね。いつもと違うっていうかこれ何時に家出てるんだよ。普段だったらもうエンディングぐらいの暗さやろ。これえらい暗いけど時間的には朝の6時過ぎだからね。東北の冬ってマジで日照時間短いからね。っていうかここの十字路って毎度思うけど、どんだけガソスタあるんだよって感じするよね。4つ角あるうち3箇所にガソスタ設置されてるからね。どんだけこの辺り油まみれなんだよ。ちょっとした油田やろ。トロピコでこんなやったら絶対住民から不満出るで。お姉ちゃんなんか独裁政治やりすぎて反乱軍と戦ったよね。エロ同人だったら導入に使われそうだなって感じに敵が押し寄せてきたよね。どういう導入だよ。ホームレス放置して選挙はちょっと投票の操作しただけで、あいつがすぐに反乱を起こすからな。お前並みにわがままな連中やで。さすがのうちでも家の隣に監視塔とか収容所作ったら切れると思うよ。独裁政治のやりすぎて見た目がシャッターアイランドみたいな国になってたからね。お前みたいな物騒な連中を監視するのにこういうのは必要やろ。むしろそれが原因で物騒なことになってるんじゃない？というわけでいつもの無料高速乗ってきたけど、いわきまでまだあと123キロだって。この雪の中123キロってなかなかしんどいな。電光掲示板出るたびそこかしろで事故のため通行止めとか表示されてたからね。ここまで来るのにいつもの 1.5 倍ぐらいの時間かかって、すでにやられまくってるよ。動画には出してないけど目の前で滑ってる車もあんさかいたしな。普段だったらこのまま無料高速抜けたら一般道通っていくんだけど、マジで今一般道行ったら死ぬ未来見えるから、久しぶりに金かかる高速乗るか考えてたよ。葵が命をかけてうちのことを守ってくれるなら、この雪の中特攻するんやけどな。え、大丈夫大丈夫、守ってあげるからこのまま行ってみようか。お前の大丈夫って世界一信用できない言葉やろ。そんでそろそろ無料高速終わりやけど、ここに来て天気がマイルドになってきたな。若干だけど太陽の光も見えるね。逆に町の方より町から外れた方が晴れてるんやな。仙台から福島行くときは4号線通るより海沿い通った方がいいのかもね。そんでここが無料と有料の分岐だけど、結局有料の方行っちゃったよね。まあ普段より時間も1時間ぐらい押してるからな。葵の便秘うんこが長くて10分遅れるのとはわけが違うからな。お姉ちゃんの厚化粧で2時間遅れるのよりはマシだと思うよ。うちのは生理現象でお姉ちゃんのは無駄なあがきだからね。くだらない顔面のために時間取らないでほしいね。お前のケツの穴溶接して、二度とケツからうんこ出せないようにしてやってもええんやぞ。というわけで多分1年ぶりぐらいの料金所だよ。ETC なんてシャレオツなもんはついてないから男は黙って入場券引っこ抜くよ。今時 ETC すらついてないとかどんだけオンボロ車乗ってんだよって話や。いわき市に、いいん。ほらお姉ちゃんいわき入ったよいわき。いやいわき入ったのはええんやけどさすがに晴れすぎじゃねえか。うちの日頃の行いってやつだね。絶対ちげえから安心しろ。これ見てる人違う日に行っただろとか思うかもだけど、これマジでさっきの吹雪と同じ日に来てるからね。さすがにうちらもこの天気の差見てびっくりしたよね。いわきって東北なのに冬はあんまり雪降らないってのは前に見たことあったけど、さすがにここまで天気いいとは思わなかったな。ちょっと前まで新潟に住むのもいいなって思ってたけど、いわきもいいよね。しかもいわきって仙台行くのも新潟行くのも結構交通が便利なんだよな。高速道路1本で新潟まで行けちゃうからね。あとずっと行きたいって思ってた大洗も近いんだよな。いわきから仙台戻るより近いんだよね。マジでちょっといわきが魅力的になってきたな。というわけでいわきのハードオフ着いたよ。これハードオフ着いたっていう達成感より、こんだけ天気いいっていう感動の方がでかかったよな。マジで天気いいよね。しかも気温もマジであったかいんだよな。結構ガチガチに防寒対策してきて靴下に北海道まで貼り付けてきたからね。逆に暑くて死にそうになってたよ。冬に熱中症とか逆に面白いけどな。いわきのハードオフって何気に店内綺麗だよね。階段に観葉植物とか洒落たやつ置いてるとこってここだけじゃねえか。あと
壁が他のハードオフより綺麗に見えるんだよね。他のハードオフは年季入った壁だけど、ここは何気に綺麗なんだよね。塗り直し頻繁にやってるんかね。お姉ちゃんの顔の塗り直しより丁寧だよね。顔の塗り直しってなんだよ、化粧だろ。フィギュアはちょっと珍しいやつあったよ。フィグマに使えるバイクってやつや。フィグマでこんなの出てたんだね。最初これバイクのラジコン的なやつかと思ったよな。説明にタイヤに使用感ありって書いてて、ゴリゴリに走らせて遊べるやつかと思ったら、単にフィグマ乗せて飾れるってやつだったよ。ラジコンじゃないのに使用感ありって、これフィグマ乗せてブーンブーンとか言って遊んだのかね。キャラの名言でも叫びながら遊んだのかもしれねえぞ。ちなみにこのバイクって地味にプレミアついてるんだよね。定価が6000円いかないぐらいだから、これは6600円でちょっとだけお高いね。どうせならこれでラジコンだったらもっと面白そうだよな。あともう一個ちょっと珍しいやつあったよ。ブレイブルーの誠七夜の駿河屋限定ってやつや。駿河屋限定ってあの駿河屋が限定で出してたのかよって感じだよね。これはもともとベルファインってところで通称カラーで出てたけど、駿河屋限定で 2P カラーで出たやつだね。この足上げてるのめっちゃエロいな。誠七夜はちょっと懐かしい思い出あるんだよね。昔ホビーオフでフリーイングの誠七夜売ってたんだけど、フリーイングは結構プレミアついてるんだよね。それが未開封で確か3000円高で売ってて、マジで目を疑ったんだよな。ガラスケースにあったから速攻で店員に開けてもらってみたんだけど、ここでまたびっくりしたんだよね。箱の表に貼ってた値札は3000円って書いてたのに、箱の上に貼られてた値札は1万5000円高って書いてたんだよね。死ぬほど値段ちげえやろって思いながら、店員にこれ3000円でいいんすかって聞いたら、はいって言うからそのまま買ったよね。あれは飾るか迷ったけど、ブレイブルー知らんから、ブレイブルー知ってる友人にあげたよな。あん時はその人フィギュアの価値知らんくて、たったの3000円だったおつったら、まあ古いしそんなもんだよね的に言われたのが悲しかったな。めっちゃ冷めてんなって思ったよね。また珍しいのでリボルテックのレピーのフィギュアあったよ。このレピーのやつってリボルテックが出たかなり初期の頃に出たやつで、2006年の10月に出たやつなんだよね。一番最初に出たのが2006年の5月とかやから、マジで初期の初期のやつや。初期のやつだから物も大したもんじゃないって思ったら、レビュー見ると結構良さそうな感じだったんだよね。顔の出来はまあこんなもんやろって感じだけど、こんなに稼働するのかよって感じだったね。裏のパッケージくらいグネグネ動いてたな。さっきのフィグマのバイクと一緒に飾ってもレビューなら合いそうだよな。まあお値段もちょっと高めの3000円とかだけどね。15年前のフィギュアなのにまあまあのお値段や。割とどうでもいいところでは、あのデッキコンはなくなってたね。あのシャンクの5000円高のやつ売れたのか。まあヤフオクとかメルカリ見ても、箱割りでしかも状態もまあまあいいやつってあんまり出回らないからね。ああいうのって多分初めてデッキ遊びますっていう人より、デッキコン持っててぶっ壊れた時の予備とか補修パーツ取りで買うんだと思うよ。うちらも昔東方の本家とメガマリっていうゲームの RTA やってた頃、コントローラーにはこだわってたからね。ゲームテックってところのコントローラーしか使ってなかったな。あれなくなったら東方とメガマリ二度とできねえって思ったから、中古ショップで見かけたら全部かき集めてたよね。おかげで今でもストック10個ぐらいあるからな。地味に今でもあったら買ってるよ。まあそういうアホなこだわりある人がきっと買うんやろうな。あとミクの PSP のやつが全部100円だって。この右手に持ってるやつにミクとバーチャロンのフェイエンがコラボしたミク出てるよ。パッケージ裏にそのシーンでも映ってないかなって思ったけど、そんなの一切映ってないしかいてなかったな。これ最初に出たやつはまあまあやってたけど、なんかいろんな種類がアホほど出るようになって、途中からめんどくさくなってやらなくなったよね。アーケードの方は一切触れたこともないからな。どっちかっていうとマイマイとかニデラとかボルテあたりやってたからね。ゲーセン自体もう1年ぐらい行ってないけどな。最後に結構アレな思い出あるやつあったよ。これも昔なかなかヤバい思い出あるやつやな。これは昔ゲーセンで取ったっていうか、もらったっていうか、謎な成り行きで手に入れたやつなんだよね。当時これ入ってるクレーンゲームプレイしてる人いて、その人終わったらうちらもやろうと思って待ってたんだよね。しばらくしてその人いなくなったから取ったんやろなって思ったら、フィギュアがゲット穴に引っかかってそのまま放置されてたんだよな。しばらくしてもその人戻ってこなくて、店員にこれってゲットですかって聞いたら、あっそうですねつって、なんでかそのままうちらがもらっちゃったんだよね。さすがにそのままもらうの気が引けたから、さっきプレイしてた人探して、さっきカードキャプターのクレーンゲームやってませんでしたかって聞いたんやけど、やってません言われたんだよな。絶対あの人だったのに、なんでやってないってあの時言ったんだろうね。穴に引っかかってもゲット判定でもらいましたからあげますつったのに、いらんって言われてその人帰っちゃったんだよね。結局そのままうちらがもらったけど、このフィギュア見るたびそのモヤモヤ思い出すんだよな。全くフィギュアは関係ない昔の変な思い出だね。最後にチャリやチャリ、ここ量は少ないけど、最後の最後にうちらがずっと探してたあのチャリあって、マジでビビったよね。ヒントはロングライダーズや。で、そのチャリだけどこの奥の奥にあったよ。ここからでも若干見えとるけど、あのフォーカスのチャリや。フォーカスでロングライダーズつったらもうあれしかないよね。アミちゃんの乗ってるクレプロってやつだね。ただ色が黒でちょっと残念なところではあるな。まあ調べたらアミちゃんのクレプロは2012年モデルの SL1.0 ってやつで、これは多分 SL2.0 ってやつだと思うよ。白色が 1.0 しか出てなくて、逆に 2.0 はこの黒色しか出てないみたいだね。その辺ちょっと残念やけど、まあ同じフォーカスのクレプロには違いないからな。ちなみにお値段は11万円だってよ。
ついに10万円超えの大台乗っちゃったな。乗っちゃったけど、これ街でフレームに傷がなくてめっちゃ欲しくなっちゃったよね。細かいところでちゃんとフレームとアウターケーブルが干渉するところにクッション入ってるしね。これ売った人結構大事に乗ってたんじゃない？だけど11万円だからな。さすがに衝動買いで買えるような値段ではないよね。今の収益だったら何ヶ月で買えるやろな。10年ぐらいかかりそうだよね。そしたらこのまま歩いて隣の駿河屋行くで。歩いて行けるところにあるっていいよね。そんで到着したよ。ここまで歩いて1時間長かったね。まあ歩くかよ、30秒ぐらいしか歩いてないわ。というわけで、なんとなくプラも見てたけど、昔懐かしいプラもあるね。この移動販売のおでんのやつやな。これ昔東宝とコラボしたやつ、うちらも作ったよね。また東宝かよって思うかもだけど、昔うちら結構な東宝中やったから死ぬほどネタがあるんだよな。コラボのやつは東宝板屋台コンチェルトクロッソ会って名前であったな。ちなみに板屋台は第2弾で、地味に第1弾の方も買ってたよね。そっちはセルシオデフやジョーレットって名前だったな。まあどういうのかって言っても、単にこのおでんのプラも入ってて、デカールシールか東宝のデカールになってるだけだったんだけどね。この移動販売シリーズって他にたこ焼きとかゲームセンターとかあったよね。地味に今でも再販してて、今年の3月には焼き鳥流鵬が再販されるとか書いてたよね。この移動販売シリーズは結構ファンの人も多いと思うて。フィギュアの方はとりあえず前に見たジャンクコーナーのところ見ようと思ったら、なんかでかい荷物で塞がれてるね。誰も買わないようなやつわんさかあるなって思ってたけど、ついに店側からもただの荷物置き場として使われるようになったか。うちらからしたら結構需要あったんだけどね。っていうか、奥にポッパレフィギュア見えるけど、あれもまさかジャンクってことなのかね。あの一番左のやつって多分トラブルの桃なんとかってやつだよな。値段なんぼか見えないけど、ジャンクコーナーに置かれるって一体何があったんやって感じやな。他にもちょいちょいポッパレ置いてあるのが闇を感じるな。まあアマゾンのレビュー見るとなかなか来てんなって感じやったよね。また懐かしいやつで、豆式のチルノあったよ。豆式とか懐かしいなっていうか、また東宝かよ。この豆式って割とマイナーな方だったけど、結構細かい遊びできて、今でもまあまあ人気あるよね。まあまあっていうか、これ普通に定価より若干のプレミアついてるからな。定価が4000円ぐらいだっけ。10年前のやつなのに定価以上の値段ってやばいよね。そんでこのフィギュアはリボルテックとかフィグマと同じで、グリグリ動かせて遊べるやつだよ。顔のパーツも2個ついてるな。顔パーツの他に、これはのっぺらぽーのやつが1個と、表情のシールが入ってるんだよね。そのシールを貼り付けて好きな表情にして遊べるとかいう、今のフィギュアも少しは見習ってくれやって感じのおまけ要素あるからね。まあでもこの豆式って他にも色々キャラ出します、的なこと言ってたけど、よくわからんうちに消滅したよな。この豆式出してたのリキッドストーンってところやけど、その会社今でも存在してるのかわからんしな。一応サイトとかツイッターとか残ってるけど、数年前から更新ないからね。アクアマリンと同じ道を歩んでそうで怖いね。ちなみに豆式自体はウェープってところで、2年ぐらい前にガルパンのミポリンが最後に出て、あとは出てないな。あとレアでもなんでもないけど、このミクかわいいね。普段ポニテにしてるところを三つ編みにしたんやな。いつもと違う髪型っていうギャップがいいよね。これもあれだね、いつかお安くなったらお買い上げしましょうの一つになったね。いつかお安くなったらって言うけど、うちらの安い基準って200円とか300円とかやろ。死ぬまでに買えればいいやっていう途方もないプロジェクトだよ。世界一どうでもいい途方もないプロジェクトやろ。このカンコレのレキューも昔ちょっとしたトラウマの思い出あるやつの一つだね。昔とある理由で3個買ってトラウマになった思い出あるやつや。このカンコレの粘土炉って一番最初に出たのがお給だったんだよね。そのお給が最初マジでプレミアついて、定価4000円ぐらいのところ倍の1万円まで値段上がったんだよね。ワンフェス限定って販売されて、その後グスマオンラインで販売されたのに値段ガンガン上がったんだよな。そんで次の年このレキューもワンフェス限定で販売されて、その後グスマオンライン限定で販売されたんだよな。お給があんだけ値段上がったんやから、レキューも値段上がるやろって思って、上限の3個買ったんだけど、びっくりするくらい値段下がりまくったんだよね。定価5000円のところ2000円ぐらいまで下がったよね。3個で定価とトントンかよってマジで戦慄したよな。その後も順調に値段下がって、結局駿河屋で3個とも売って、記憶の彼方に消し去った思い出あるやつだよ。今は2800円とかそれなりのお値段に落ち着いてるな。さっきからフィギュアの思い出っていうか、ひどい思い出ばっかりだね。というわけで行こうか。本当は他にもいろいろあったんだけど、一個一個の尺がマジで長すぎて、すでに15分近く使ってるから、その辺全部カットしたよ。あのあたり全部紹介したら20分超えるな。というわけで今回の動画はここまでや。本当はこの後セカンドストリート行ったり、ララミューってところで昼食食べたりしたんだけど、そこまでやったら30分超えそうになるから、ここで切るよ。ララミューとかこの後動画にするかわからないけど、いわきはどうせ今後も来るから、その時また行けばいいかなって思ってるよ。次来るとしたら、あのフォーカス買うかどうか決断した時やな。11万円出して買うか覚悟が決まったらまた来ようね。とか言いながら、来週あたり来ましたとか言うんじゃねえぞ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったらコメントやグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ほなまた。